中村学寮中村学寮は日本画家。静岡県下田市生まれ。本名は常吉。芸術院会員。毎日芸術大賞、朝日文化賞受賞。文化功労者、文化勲章受賞。1890年3月10日、静岡県下田市旧岡方村で中村筆助、春夫妻の間に九人慶子の末帝、三男として生まれる。 下田神城高等小学校卒業後状況、実施、校の嫁ぎ先であった以下に寄宿しながら、本庄表町の明徳神城高等小学校に入学。1902年、池田湖尊文家の野沢堤に入門して、林パを学ぶが、慣れぬ、都会暮らしで活気を患い、一旦の帰郷を余儀なくされ、その間に、父と堤を亡くす。 ついで1904年からは土佐派の川辺を盾に指示し、同年の日本美術協会展では、長長年千場さんに上るの図が入選して、花壇デビュー、翌年には、おたての別号である、花漁より一時を譲り受けた、画号、学寮を名乗り始める。しかし同年おたては死去、その後は死の皇帝のもとで玄関版として修行するも長くは、続かず、 再び姉の突起先に身を寄せる。1908年に東京美術学校日本画家、戦下に入学、寺崎工業、有気素名に学び、横山大観のチグを得る。この一方で、紅れない次回に入会したが、このことが、それまでもっぱらと佐派の画風を踏襲した、武者絵を描いていた学料を西欧絵画に触れされることとなり、イギリスの画家ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスの影響が、 濃厚な水人が生み出された。また他方たつみが会にも出品。1911年の同会展では空海が一等法上を得た。1912年東京美術学校日本画家を主席卒業。同年の第6回文部省美術展覧会でニュービクヨーが観点初入生を果たすと、1914年の最高日本美術院第1回展に 緑陰の共演、翌1915年の同、第二回展へは、白母を出品、同年に、同院の同人となる。陰天へはその後も、平家物語を題材とした、輪廻物語、源氏物語に取材した、浮船、同名の物語によった、竹取物語、白、虚意の死に取材した、木下間物欲など、古典的題材に取材した作品を出品した。 この一方では1914年に今村志向らと赤明る会を設立、翌年の第2回展から同会の回展にも出品した。1926年に本美術学校教授、1930年に日本画家、福田平八郎、山口宝春、洋画家、中川紀元、牧野虎浦と六使用会を設立するが、 これ以降のインテンへの出品作は1931年の第18回展への円油水印1933年の第20回展へ都会女性職部1934年の第21回展への砂丘1935年玉美術大学教授1939年の第26回展への流門1942年の第29回展への 緑影など、都会的風俗にちなんだものやモダニズム的傾向の濃厚なものが目立っている。特に、円油水ンは、レースの下着を脱ぎ捨てた全裸の女性が水中を泳ぐというその画題が物議をかもし、連作である、都会女性職務に当初含まれていた、女給には、風気上の問題があるとされ、学料自らが開会後1日で撤去する、など話題を生んだ。 1937年、文天審査員。1940年、法隆寺近藤壁画模写主任。1947年、帝国芸術院、会員。1949年、日展運営会理事。1950年、日本美術院、脱退。1958年、日展常務理事。1959年、大阪四天皇寺近藤壁画を制作する。 1961年、朝日文化賞、毎日芸術賞受賞。1962年、文化勲章受賞、文化功労者。日本画に、油絵の表現を取り入れた作品を制作し、代表作に、輪廻物語、気球上がる等。日本画家、中村宗博は孫にあたる。東京国立近代美術館像の中村学良の代表作。 孫のモデルは中村宗弘である。ありがとうございます。